と次に今ここで炭を焼いているそのプロセスなんですけども、まずここの、使っている材っていうのはこの両側に、積んでいる材、が、こう炭にする炭材なんですけれども、今我々は多摩市の公園の伐採木剪定士、そういうものを使っています。で、まあ、たまに街路樹とかそういうのも入ってきますけども、まあ、基本的には多摩市内、の道路公園、維持管理から出てきたそういう伐採木を使っています。で、まあ、その炭をそれを炭にして、まあ、また地域に戻すという、まあ、緑の循環、緑のリサイクルということを基本にしてやっています。でこの炭ですけれども、じゃあできた炭どうするのかということなんですが、まずこの一本杉公園の上に、加藤家という古民家があります。古民家の中にいろりがありまして、このいろりで、使って、炭がここの我々が提供している我々が焼いた炭です。でいろりの灰もこの炭焼き活動から出てきた灰ということで、今古民家のいろりはもうこの一本杉公園とつながった形で連携しているという状況です。で、あと炭はもう皆さんご存知だと思いますけども、まあ、いろんな用途があります。ただ基本的には燃料ということが炭の基本です。で、炭というのは、まあ、水で濡れても乾かせばまた炭で使いますし、まあ、ほこりかぶっても払えば、炭として使えるということで、まあ、他の液体や気体を使う燃料から比べると燃料としては非常に安定して長く保存できるですね。まあ、炭素ですから基本的にはもう半永久的に炭というのは保存が効くものです。ということで我々は今この炭を、我々が焼いた炭を多摩市の防災用に活用できないかということで、地域の、団地管理組合、ですね、あるいはコミュニティセンター、コミセン、あるいは学校、そういう、防災活動を地域で行っている方々に、この炭を防災用の備蓄燃料として今無償で配布しています。新しく多摩ニュータンというですね、名前を付けました。まあ、多摩ニュータンで作られた炭なんで多摩ニュータンということなんですけれども、まあ、ただこれももう20箇所ぐらい配布をしてますけども、なかなか炭が、備蓄燃料として、効果があると、使えるということを理解してくださる方があまり、多くないんですね。ですから差し上げますよと言っても断られる場合もあるんですけれども、まあ、炭というのは今申し上げたように防災用の備蓄燃料としてはもう非常に保管性のいいで、熱量もカロリーも高いですから、まあ、特に冬なんかの場合には暖房にもなりますし、ぜひ活用してもらえればというふうに思っています。